なんかお久しぶりの動画な気がします。ということで今回は今出ている Apex の今後の噂をまとめました。例によってあくまで噂ですので、今後実装されるかもしれないし、されないかもしれません。あくまでエンタメということを理解していただけると嬉しいです。そしてまた見たくないよという方は音量だけゼロにしてもらって、スマホの場合は布団と枕の間に入れて、パソコンの場合はモニターの電源だけ切って、また10分後とかに戻ってきてください。では行きましょう。まず1つ目の噂、ライス ALGS に招待される運営さん、お願いします。 ALGS 札幌大会招待してください。本当によろしくお願いします。お待ちしております。では気を取り直して、一つ目の噂が新モード。 Apex は今までいろんなモードが開催されてきました。過去にも新しいモードが発表されてきましたが、正直いまいちな反応でした。ですが今回の噂は、正直どのイベントモードよりも楽しみにしている自分がいます。その新モードというのが、過去の Apex を体験できるモードです。武器の性能がどうやらシーズン2の性能になって、それを使えるみたいな新しいモードらしいです。シーズン2といえばあのエーペックス最大の悪魔的武器、テストプレイの状態で出てしまったと言われている悪魔のディスラプター付きオルタネーターが登場したシーズンです。一発のダメージが驚異の33、悪魔的すぎます。気がついたらアーマーがお肌け状態。まあこの性能はシーズン2が始まった3日間限定でしたので、噂されている新モードの時は修正された時の26ダメージになっていることでしょう。まあこれでも強いんですけどね。今緊急で追加で動画撮影してます。どうやら新モードの武器性能はこんな感じじゃねみたいなものがありました。全部紹介すると動画が長くなるので、皆さんが気になってるであろう武器だけ紹介します。まずはオルタネーターの性能がこちらです。でダメージが13、シーズン1のダメージです。いきなりシーズン2の状態じゃないですねこれ。それはちょっとね、世間は許してくれませんよ。まあ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 、あくまで噂ですので、シーズン2のダメージになるかもしれませんが、まあ見ていきましょう。次はホップアップがなし。いや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 、これはちょっと違くないですか。3倍24倍サイトがつけられるとかはシーズン2ですが、ホップアップがない、これはありえないですよ。オルタネーターにディスラプターがつけられない、もうありえない。わさびがない寿司と同じ。これはオルタネーターを使う理由がなくなっちゃいます。これは許せません。まあまあまあ、あくまで噂ですので、もしかしたらあるかもしれないので、来てくれることを祈りましょう。次はみんな大好き R99、 ダメージが12。いいですね、高いですよ、高いですよ。12はマガジンサイズが18 22 26 30 36。なんこれ、標準白青紫金、これ多分ミスかな。シーズン2の時は最大30発でしたので、多分これも30発だと思います。36発あったらあまりにも悪魔的数字なので、多分30だと思います。でも36発入った R99使ってみたいですね。そういう気持ちもあります。ちなみにレートは今よりも速くなってるし、3倍24倍サイトもつけられるから面白いことになりそうです。次はフラットライン。この画像を見て気づいたのですが、フラットラインって今の方が強いんですね。今は18ダメージですが、当時は16ダメージです。なんか当時もフラットラインを気に入って使ってた印象があるので、弱くなったというかそこまで変わってないと思ったのですが、逆に強くなってたんですね。ちなみにシーズン2なので、皆さんが好きな、いや嫌いな、モザンアキンボ、ネメシス、チャージライフル、センチネルなどは登場しません。これは当たり前です。この武器たちを愛用している方々、現在普通に使えてることは当たり前じゃねえからな、ということを理解していただけたら嬉しいですね。ということでシーズン2を遊べるモードしてほしいです。キャラクターもシーズン2だよね。ホラもレブもいないシーズン2を楽しめるんですよね、運営さん。よろしくお願いします。あ、ちなみにケアパケはエルスターとマスティフらしいですよ。マスティフはめちゃくちゃ楽しみですが、エルスターが光るゴミ仕様になっているかめちゃくちゃ気になるお年頃です。この画像だとアイアンサイトになってるので、なんか光るゴミ臭がプンプンしてきます。ちょっと本当にこのモード来てほしいです。噂だけで止まってほしくないです。ちなみにソロモードも次のシーズンで来るんじゃねという噂があります。前のシーズンで復活したソロモードと、今回はソロモードのランブルが来る
なんて言われています。皆さんランブルやってますか？おいおいおい、ランブルなんかやってないよと、まだ開催されてないぞと、そう思っている方が少なからずいると思います。実は現在開催されていますランブル。ランブルがこっそりと木陰に落ちている同人誌のようにこっそりと開催されています。ちなみに僕は参加ボタンを押したけど一回も参加していません。ランブルって何ですかと疑問に思う方いるかもしれません。わかりません。僕もランブルが一体何なのかわかりません。全くわかりませんが、ランキングがあるのでポイントを競ってそのポイントごとに報酬がある的なモードだと思っています。正直今のランブルはよくわかりませんが、ソロモードのランブルは結構面白いと思います。もし実装されたらぜひチャレンジしてみてください。僕？ああ、やるやる、やれたらやります。続いてはサポートクラスを使っている方には嬉しい情報かもしれません。どうやらサポートクラスだけ回復を投げることができるようになるみたいな噂があります。なんかフォートナイトでも回復を投げるとかアイテムを投げるみたいな動きありましたよね。なんかあったような気がしました。ちょっとフォートナが詳しい方いたらあったかどうか教えてください。この噂が流れてからもしかしてこんな感じかなという感じで、その回復を投げるモーションを再現した海外のプレイヤーがいます。その映像がこちらです。どうです？まあこれはこんな感じやねっていうコンセプトなので、このまま来るってわけじゃないですが、まあフラグのように投げてますね。まあそもそもサポートグラスが回復アイテム投げられるのも来るかわからないんですけどね。まあそれは置いといて、もしこんな感じで回復を簡易的に遠くに投げられるようになった場合、まあ別にめちゃめちゃ強いってわけじゃないのであっても面白そうですよね。他のキャラも今まで通りのやり方で回復を渡すことはできるので、サポートだけずるいぞ。上何考えてるんだ、処すぞってよくわからない勢力は出ないと思います。個人的にこれは面白そうなのでありです。もしこの調整が入るならライフラのリワークと同時に来るのかなと思っています。続いてちょっと先ほども言ったライフラのリワーク、この件に関しては前の動画、いや前の前の動画でも紹介したので詳しいことは省いて簡単に紹介します。まずパッシブは追加でドローンを構えた状態で3秒間滑空できる新しい戦術スキルがヒールドローンの追尾効果の追加、味方か自分かどっちかに追尾していくようになります。ウルトが特定のエリアを侵入できなくする、エリア内に敵がいたら弾くという能力です。ホライゾンの逆バージョン、青のホライゾン赤のライフラインみたいな感じだと思っています。まあこれも噂ですか。ウルトのケアパケがなくなるのは少し寂しいですが、こっちのウルトも面白そうなので楽しみです。でもリワークってコンセプトと違うキャラにされるイメージがあったのですが、ライフラインってコンセプト間違ってるのでしょうか。そこが気になります。ライフラがリワークされるのなぜなぜってやつですね。キャラクター関連の噂も言っときますか。バルキリーの強化で少し姿を見なくなったクリプト、こいつは弱体化されるだろうみたいな噂があります。前のスプリットで色々と文句を言われ続けてましたからね。まああの時はドローンがうざかったですね。至るところで EMP が起動し、もし EMP を起動されたら戦闘の合図、敵が突っ込んでくるぞという合図でしたからね。まあさすがに弱体化されるだろうなとは思っています。どんな弱体化とかまだわかりませんか。まあ透明関係か EMP 関係とかじゃないのかなと、そういう噂があります。まあどんなのが来るのか、クリプト使いからしたら嫌なことかもしれませんね。最後は新キャラの噂があるので紹介したいと思います。次のシーズンにライフラインのリワークが来るという噂があり、新キャラはその次シーズン24または25なんて言われています。ではどんなキャラが来るのか、名前はアルテミス。なんかバンテージの母親なんじゃねみたいなことを言われています。アルテミスというのはギリシャ神話に登場する狩猟の女神の名前です。エーペックスで狩猟といえばどんぐりで爆弾を作ったり虫をタンパク質と考えているバンテージを思い浮かべると思います。ですのでその母親ということです。どんな能力なのかとか噂はまだ出てないですが、この時に矢を使える新武器が登場し、ボセックがケアパケから解放されるみたいな噂もあります。ボセックはシーズン14からケアパケ入りしているので約10シーズンという長い長い時間服役しています。
もし解放されたらまたどうなるかっていう楽しみもありますが、矢を使う新しい武器っていうのも気になります。ボセックが出た時、僕が考えた最強武器とか弓おもんな消せとか言われていたので、そこは運営さんも考えているでしょう。そして新キャラがどうなるのか、バンテージみたいに特殊な武器を持っているのか、動物を使って何かするのか、とても気になります。といった感じで今後の Apex の噂でした。くどいですがこれはあくまで噂ですので、エンタメ程度に見てくれたら嬉しいです。いろんな噂がありますね。正直全部来てほしいです。特にシーズン2を体験できる新モードは来てほしいです。あの頃の Apex をまた体験したいなと思ってしまいます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。終わり。